はい、どうも、ジリです。ということで、プロセカ1周年、おめでとうございますということでね、今回1周年を記念して、こちら、カラフルフェスティバルガチャがね、開催されたんで、前回から進めていた企画の方のガチャ回していこうと思います。はい、ということでね、9月1日より開催していたプロセカ1周年企画、登録者の数だけガチャを引く、このね、企画によって、今回700連勝ガチャを引くことが確定したんでね、そちらのガチャをこのカラフェスで引いていこうと思います。簡単な企画説明なんですけど、プロセカ1周年を記念した大型ガチャ企画ということで、9月1日から9月30日の期間に増えたチャンネル登録者の数に合わせて、1周年記念カラフルフェスティバルガチャを引くといった形で、2000人の増加までは1人につき100クリスタル、登録者3人増加によって1ガチャ回す、2000人以上の増加は1人につき300クリスタル、登録者10人につき1ガチャ回すといったね形で、今回、ガチャの回数を決めました。結果ですね、最初5030人から7587人までね登録者が増えました。はい、ということでね、増加人数が2557人で、なんとガチャを722連引くことが確定しました。いや、頭おかしすぎる。で、クリスタルの使用量が216,600個、課金額が約20万円です。ってことで、かなり頭のおかしい企画でね、ガチャ回していくんですけども、まあ、今回ガチャを引く前に、700連ガチャを引くための石を用意しないといけないんですよね。ということで、皆さん今から課金タイムです。やっていきましょう。今回はね、この石をまあほぼ全部使うぐらいの勢いでガチャの方を回していこうと思います。ちなみに今回の狙いなんですけど、限定キャラではなく前回のロリマフユちゃんが当てられてないので、今回はね、まあ、限定は700連もすれば出るだろうということで、まあ、天井もあるんで限定はとりあえず置いといて、ロリマフユをね、狙って、ガチャの方を回していこうと思います。ピックアップは 0.4% なんですけど、ピックアップ以外 0.038%、0.038% の温かい愛情の記憶、朝比奈真冬、こちらをね、狙ってガチャを引いていこうと思います。はい、ということでね、今からガチャの方を回していこうと思います。とりあえず最初は優勝を10連引いてから、残りは10連でね、回していきます。よろしくお願いします。はぁ、700連か。バカだろ、マジで。ってことでね、運命を占う一発目は、星3ということで、まあ、昇格演出あるかもしれないから、はい、ないです。ありがとうございました。ということで、あとはね、10連で、こっから712連、回していきましょう。よろしくお願いします。まあまあ、こっからだから、こっから。サクサクいこう。ということで、最初の星4、ありがとうございます。さあ、誰かな、真冬ちゃんかな、真冬ちゃんだよね、きっと。真冬ちゃんか、限定か、準決勝が欲しい。怪盗兄さん、ありがとうございます。神候の時だから持ってた気がするな。持ってます。はい、ということで、思いの準決勝1個目、ありがとうございます。今回ですね、700連以上引くということで、今回期待値で言うと42人ね、星4が出る予定なので、はい、まあできればね、思いの準決勝は20個30個1個ぐらい集めたいところですね。はい、だんだん、じゃんじゃん回していきます。星4、ありがとうございます。いい調子ですね。やっぱこれ、あ !2 枚いる !2 枚いる !2 枚来た!今の、私しか持ってないもの。いちかちゃん!ということで、今回の限定いちかちゃん、ありがとうございます。ライブ、早くやってみたいな。これは、持ってたっけ?あれ?持ってなかった。ということで、新規、さきちゃん。いいね。いきなり2枚引きで、そして、新規2枚、ありがとうございます。バッチスクショ取っておきましょう。ということで、今回の限定いちかちゃんと新規さきちゃん、ありがとうございます。続いて50連目、はい、ってことで、はい、ってことでね、最低保証で続きいきましょう。70連目、よろしくお願いします。星4、ありがとうございます。1枚、ありがとうございます。さあ、新規エムちゃん、ありがとうございます。ってことで、80連目引いていきます。まだ80連目です。
さあ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 、まだ80連目なんだよな。そうなんだよな。はい、ということで昇格演出ありがとうございます。え、持ってた。はい、持ってました。はい、90連目引いていきます。よろしくお願い。はい、りんちゃんありがとうございます。ちなみにまだ100連目なんで、今回ガチャ回すうちの7分の1がね、ようやく終わるかなってぐらいですね。ということで100連目よろしくお願いします。星4、いいね。さあ、星4は1枚かな。1枚ですね。で、星3、3枚だから割と良き感じ。さあさあさあ、アプリが落ちました。星4が誰か分からず、アプリが落ちました。ってことでね、星4のルカさんの被りでした。ということで、思いの準決勝ね、ありがとうございます。記念すべき100連目で落ちたところで、まだまだね、あと7回落ちるかな ?700 連引からね、あと7回落ちるかもしれないですね。じゃあ、引いていきましょう。110連目からよろしくお願いします。はい、星4。はい、星4、ありがとうございます。あとはね、星、おお、ちょっと待って。ポテト、ルイ、ありがとうございます。ポテト、ルイくん。はい、控室の、まだ103?もう、10連の最低保証なんて、もう、いくらでも見ることになるから、だいぶ感覚が麻痺ってる気もするんですけどね。星4、ありがとうございます。昇格演出、星41人かな今見えたのは。あ、2人いる!よし !2 枚抜き !2 枚抜きしか勝たん!さあ、次ぐらいかな?持ってる。思いの準決勝ですね。体育祭ミクちゃんです。ありがとうございます。もっと、自分自身に目を向けてみたら?持ってない気がする。持ってない!ってことで、トーキングコーヒータイム、メイコさん、ありがとうございます。新規星4です。いいっすね。新規星4はいっぱい当たっていいっすから。はい、ってことで、これはあれかな?小金ちゃんマナーの時のメイコさんだったかな?ではではでは、160連目回していきます。はい、星4。はい、いいね。いいね、星4。星4、1枚です。まあ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 、1枚だからね。1枚でも、いや、星4、1枚当たるだけでも、普通いいんだけど、感覚バグってくるね、やっぱりね。今の、私しか持ってないもの。ということでね、ピックアップ、かぶり、ありがとうございます。ちょっとなんか嫌な予感がしてきたぞ。いや、なんかな、ジールさんな、この直近のガチャでね、200連、回して、直近200連回して、みずきちゃんが3回被ったから、ちょっとなんか、ちょっとだけだけどね、ちょっとだけなんか嫌な雰囲気をちょっと感じちゃうよね。うん。なんかこの前もみずきちゃん3枚とかいう地獄があったからね。さあ、てことで、180連目よろしくお願いします。ロードが長いね、ロードが長かったね、今。星4確定ありがとうございます。いや、これは2枚でしょ。いや、これは2枚。ロードが長かったから星42枚ですよ。知らんけど。1枚 ?2 枚 ?2 枚 !2 枚引いていく!強い!早くみんなに追いつけるように。君と歌う桜舞う世界での小姉ちゃん、ありがとうございます。新規ですね。本当の思いを見つけてくれて、ありがとう!ミクさん!ってことで、今回の限定ミクさんです。ありがとうございます。よし!これで、カラフェス限定は揃った。あとは期間限定を抜くだけです。ありがとうございます。いやー、いいね。これは余裕でしょ!余裕でしょって言ってフラグ立てておきます。ということで、190連目回していきましょう。ね、やっぱね、まだまだね、出てない新規もいるからね、ジールさん、もうプロセカすでに、お!昇格演出いいっすね。助かった。あー、待って、どっちだったっけ?るね。はい、ピクニックエナナンということで準決勝ありがとうございます。ではではでは、200連目回していきましょう。やっぱ区切りのいいところだからね、これは3枚引きしたい。あー、はい、ってことで200連超えてやっていきましょう。210連よろしくお願いします。ちなみにまだ3分の1終わってないです。はい、今回のガチャ3分の1終わってないんですよね。今回昇格演出いいね。私の意見を言わせてください。揺れまま持ってた気がするな。持ってなかったっけな。どうだったっけな。持ってますね。ではではでは、続いて、220連目引いていきます。よろしくお願いします。星4、いいね。いい感じの星4ですね。いいね、星4が続く、この気持ちよさ。
そろそろまあ限定来てもいいと思うんだ。あの花壇、もしかして、カーネーションリコレクションのかなでちゃんということで、こちらのねガチャはね、過去に転生したガチャです。はい、では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 ってことで、240連目回していきましょう。星4、もうなんか親の顔より見たかもしれない星4演出。そろそろ限定か、真冬ちゃん。私しか見ないちょっと、そんなことある？ということでね、いちかちゃん3枚目ということで、あれね、おかしいな。ピックアップ3回目？ピックアップ3回目ってなんか直近のガチャでも見た気がするな。ってことで250連目回していきましょう。これ、今回のいちかちゃん5回、6回とか見ることになるかもしれないっすね。はい。星に真冬ちゃんさ、これでさ、今回250連引いて3回目なんだけど、真冬ちゃん。マジで真冬ちゃん出てないんだけど、なんで？真冬ちゃんもっと出てよ！控え室増やせないじゃないって言ってやっぱ真冬ちゃん来ないんすよ。これが物欲センサーか。じゃあ270連目よろしくお願いします。星 4！ 1枚 !1 枚ありがとうございます。新メンバーの、めくりねるかよ。思いの準決勝、ありがとうございます。今回、このルカさん2回目ですね。次、280連目、よろしくお願いします。ルカさん多いな！ルカさんこんな出ることある？え？ルカさんに好かれてんのか。よし、星4。絶対に、救ってみせるよ。うん、持ってます。この、かなでちゃんは4回目ぐらいかな。多分4回目ぐらいに見たかなでちゃんです。はい、ってことでね、続いて300連目。やっと半分にもうすぐ届きそうぐらいなところですね。まあ全然半分じゃないわ。全然半分じゃないんですけども、まあまあまあ約半分ということで、星4ありがとうございます。今の私しか持ってないもん。おい、嘘だろ！いちかちゃん！4回目？ 300 連で4回目のいちかちゃんです。ということで、そろそろ他のピックアップをね、出してください。310連目回していきましょう。恐ろしいな、これは。これは恐ろしいね。うん、いちかじゃないね。もう、よつかちゃんだね。うん。さあさあさあ、星42枚抜き！私も、まだ諦めたくない。テイルからエナナン。これもね、転生した時のね、エナナンですね。はい。さあ、そしてもう一人の、星4は、天馬のんびりできそうで素敵だわ。マーメイドルカさんということで、新規ルカさんありがとうございます。やっぱルカさんに愛されてるね。すっごいルカさん来てる気がする。はい、ということで320連目回していきましょう。じゃあ330連目よろしくお願いします。星4。だいたい2、30連に1枚は絶対星4来るね。これがカラフェスか。というかさ、皆さん、真冬ちゃんまだ来てないって話していい？そろそろ来ると思うんですけどね。本当の思いを見つけてくれてありがとう。あれれ、おかしいぞ、おかしいぞ。いちかちゃんに続いてみくちゃんも被り出したぞ。ピックアップ6回抜いたんですけど、ピックアップ2人しか来てないですね。ってことで、340連目引いていきましょう。てかマジで真冬ちゃん来てないんだけど、マジで本当に真冬ちゃんがさ、星4来てないし、星3すら真冬ちゃん来てなくない？ガチ推し来ない。限定キャラも来ないしさ、何より推しがマジで来ない。はい、ということで、350連目よろしくお願いします。星4、いいね。真冬、この写真、いつの？天井で交換したりんちゃんです。そっちじゃないんだよなー、マジで！マジで！前回の200連なんですけど、真冬ちゃんとりんちゃんが当たってなくって、天井でどっちを交換しようになって、どっちで交換しようになって、イベランしないといけなかったんで、りんちゃん交換しちゃったんですよね。そっちじゃないんだよな。名前はね、真冬ちゃんの名前は出てきたね。違うんだよな。はい。そして次360連。一応折り返しだね。よろしくお願いします。星4。でも逆にね、逆に、そこのニアミス引いたってことは、あり得るかもしれない。全然あり得る。全然あり得るから、やっぱ、ちょっとこう、やっぱプラス思考でね、ポジティブにね、引いていきましょう。もっと、
自分自身に目を向けてみたわ。思いの準決勝ありがとうございます。今回一体思いの準決勝が何個詰まってるんでしょうね。楽しいですね。370連目、半分折り返したさっきから帰り道をね帰っていきましょう。よろしくお願いします。星4、いいね。いや星4は多いね。嬉しいんだけど、今回の狙い目は違うんだよ。今回はすり抜けのロリマ冬狙いなんだよ。さ、星4は、パチパチはいいけど、ボーンはやめてよね。ありがとう！マジで！これは本当に欲しかった！マーメイドネネちゃん、ありがとうございます。いや、この衣装、神なんだよ！ということで、マーメイドネネちゃんですね。では、380連目引いていきましょう。よろしくお願いします。ありがとうございました。昇格演出もないということでね、サクサク回していきましょう。私は、真冬ちゃん370連回して、やっと真冬ちゃん出ましたね。素晴らしい。390連目。もっと、もっと真冬ちゃん来たね。いいね。星に真冬ちゃん来ましたね。ありがとうございます。いや、これは真冬ちゃんの流れ来たよ。400連目。いきます。星4。これはもう真冬ちゃんの流れ来てるから、真冬ちゃんしかないっすよ。今の、私しか持ってないもの。いつかちゃんかな？うん、いつかちゃんですかね。はい、この子は。ピックアップ限定いちかちゃん。5枚目、ありがとうございます。バッチスクショ取ってね、410連目回していきましょう。はーい。5等分の花嫁揃っちゃったわ。5等分の花嫁揃っちゃったんだけど、星4昇格演出、いいですね。ずるな。花里ならばできる。つかさくー、ありがとう、やっと来てくれたよ。やっと今回の限定が来てくれた。400連超えてやっと今回の限定のつかさくんが来てくれたということで、ありがとうございます。そして皆さんにご報告です。400連超えないと今回の期間限定来ない可能性あるんで、皆さんガチャ引くときはね、400連分は石を用意してね、ガチャを引くようにしましょう。430連目よろしくお願いします。星4、私たちだから伝えられる何かがきっとある。しほちゃん新規ありがとうございます。140連目回していきましょう。ロードが長いよ。ロードが長いが星さん。いや、これは昇格演出が来るんで、まあ、まあ見といて。これやっぱ昇格演出もね、当てていく。星4が1枚、2枚、3枚引き！まあ、当たるから、見とけよみんな。見とけよみんな。俺はこの3枚で、3枚でミクちゃんの3枚目が出るんです。3枚目のミクちゃんが出るんですね。いちかの歌を。みくちゃんありがとうございます。これまさか次もみくちゃんとかそういう流れかなってことで、新規みくありがとうございます。ふにゃん、はーこえちゃーん、ふにゃー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 、えぐいてこのボイス。そん、今えぐい声聞こえた。はい、ってことで、やったね、やった、やったよ。これはコンプ確定演出ですね。ってことで、今回の限定コハネちゃん、ありがとうございます。そしてね、プラス新規で、君と歌う桜舞う世界でのミクさんも出ました。ありがとうございます。450連目、よろしくお願いします。星4、ですね、気づいたらね、石の数もなんか、かなり、減ってましたね。残り10万個を切りました、石の数が。そろそろ来てんやで、真冬ちゃん。4ミク460連目回していきましょう。よろしくお願いします。さっきのさ、ミクちゃんで4ミクでしょ。5等分のミク始まっちゃうくない、これ。470連目引いていきます。よろしくお願いします。ほい、ナウローディング。ロードが長い。これは星4が2枚ぐらい抜けるんじゃないの。どうして俺がこんな目に、どうして俺がただ100連覇低めに。はい、ということで、天塚ニュー、ありがとうございます。新規天塚です。ありがとうございます。まふゆちゃん、まふゆちゃん、まふゆ
ちゃん飛ばしてしまったわ、みゆちゃん。480連目、よろしくお願いしまーす。ロードロードが、はい、ロードが入るが、星さん。聴覚演出も来るというね。新規アイリちゃん、ありがとうございます。続いて400、はい、ってことでね、500連目です。よろしくお願いします。星4、ありがとうございます。感じるな、花里ならばできる。手塚2枚目、ありがとうございます。二塚くんですね。はい、ってことでね、500連目では、天塚2枚目です。ありがとうございまーす。続いて、510連目。510連目、よろしくお願いしまーす。520連目、よろしくお願いしまーす。ロードが長い。星音が来る。来るー。きっと来るー。秋田、ああいうのやってみた。ちょっと待って！私はもうアイドルじゃないから。びっくりしすぎて椅子ずれちゃうんだけど、危ねえ、椅子から落ちかけた。ってことでロリダン、ありがとうございます。いやー嬉しい、ロリダンは普通に嬉しいのよ。ロリダン交換したかったけどさ、期間のやつがずれてたから交換できなくって泣いてたんだけど、ロリダンありがとうございます。衣装が神すぎるし、イラストも神すぎるから。ってことでね、続いて530連目回していきましょう。よろしくお願いします。星4、よき、ふにゃ540連目引いていきます。今さら気づいたんだけど、残り200連切りましたね。550連目引いていきましょう。よろしくお願いします。ロードが長い。星4、ありがとうございます。ちなみにそう、新規のね、報酬メンバーもボイスが新たについたようなんでね、いろいろ聞いてみてください。2枚抜き、ありがとう、お母さん。認められるまでかけた。やべえ、涙出そう。やばい、変な汗が、変な汗出てきた。ってことでロリマフィアだったぞー。うわー、マジで神です。神回来ました。やった、マジでスリル劇聞けた。やった、やばい、マジでやばい。見てよ、この紙イラスト。やばい、言葉にできないこの喜び。700連引いてよかった。マジ700連引いてよかった。はあ、そしてね、しかもね、このペイルカラー真冬ちゃんも当てることができるという、マジの神引き。スクショ撮った気がするけど、もう一回しとこう。ありがとうございます。ってことでね、今回の目標はね、一応、揃えました。ちなみにみんな忘れてるかもしれないんだけど、みのりちゃんですね。みのりちゃんまだ当たってないんだけど、実はもう天井で交換できるというね、話もあるんですけど、まあ最後までガチャ引き切りましょう。一応今回722連引くんでね。はい、ってことで、560連目引いていきます。よろしくお願いします。あとはね、みのりちゃんを当てて、最後に準決勝をね、2個交換して、もう気持ちよく終わりましょう。もういっそ全キャラ当てるぐらいの感覚で引いていくんですけども、かなでちゃん、ありがとうございます。いいステー、思いよメロディーに。かなでちゃん、そしてもう一人の星4が、最高の劇にするぞ。
神子天塚ということで、ありがとうございます。準決勝うまうまですね。もっと自分自身に目を向けてみたわ。今回3回目のメイコさんです。思いの準決勝ありがとうございます。さあ、そしてもう一人、少しでも近づけるように頑張るから、コンプリートってことで、みのりちゃん、はい、ってことでね、今回のキャラクター全員コンプリートと終了しました。570連でね、コンプできるということで、皆さん、今回の限定キャラクター全員コンプしたいって人はね、570連引いてみてください。今私にできることは、かなでちゃんありがとうございます。ニコニコ笑顔でキラキラだよ。ニコニコ笑顔、2枚、2枚いいっすね。新規のバナーのアイリちゃんですね。かぶりがちゃんみずきです。ありがとうございます。よかったね、ほなみ。これはゆれママいちかちゃん持ってなかった気がする。新規、少しでも近づけるように頑張るから。みのりちゃん2枚目、気持ち悪い。ありがとうございます。気持ち悪い、ありがとうございます。ありがとうございます。気持ち悪い、ありがとうございます。さあ、ではね、710連引いたということで、今回722連なんでね、最後に10連と優勝単発2回引いてね、終わろうと思います。10連ラストよろしくお願いします。来い、星43枚抜き、ロードが長い、星4確定。さあ、ロードが長くて星4確定、これはもう星4を3枚抜くしかない。1枚見えた、1枚かー、ブレイクタイムのはるかちゃん。ってことで、はるかちゃん、新規、ありがとうございます。お前の方が可愛いよ、はるかちゃん、ありがとうございます。ってことで、今回の10連はここで終わりです。ってことで、721回目、よろしくお願いします。星 4!星 4! 本当に来ちゃったよ、星 4! これがカラフェスか。やっぱ、カラフェスってやばいっすね。これがカラフェスですよ。プロセカ運営さん、ありがとうございます。これからもついていきます。りんちゃん、ありがとうございます。このりんちゃん多分5回目ぐらいな気がするんですけどね。りんちゃん、ありがとうございます。さあ、そして、正真正銘、次がラストです。ラスト722連目、引きます。よろしくお願いします。星さん、これは昇格演出ワンチャンあるよ。これはカラフェス、あー。まあまあ、でもね。でもね、最後でね、どっちにも反応が困る星さんを引いていくあたりが、ジールクオリティということで。はい、またリンちゃんです。ありがとうございます。リンちゃんナウです。ってことで、今回ですね、722回、引いていきました。マジで長かった。1時間以上ガチャ引き続けてたんだけど。でね、そして今回天井分2回引いてるんでね、キャラクターも交換できます。はい。プロセカということでね、プロジェクト世界カラフルステージフィーチャリング初音ミクっていうタイトルなんで、ミクさんをね、交換してね、5等分のミクさんをね、用意しましょう。はい。とりあえずまずは5等分のミクさんをね、用意します。はい。ってことで、ガチャシールで、ミクさん交換。はい、ということで、ね、これで5等分のミク完成です。今回やばいな、5等分のミクと5等分のイチカができちゃった。で、あともう一人は誰でもいいんですけど、やっぱもう一人は、もう一人もミクさんにしましょう。もう一回ミクさん交換します。ほい、はい、ということで交換完了。ミクさん、ありがとうございました。ってことで、今回の動画は終わっていこうと思います。皆さん、長時間のガチャに付き合っていただき、本当にありがとうございました。よければ、高評価とチャンネル登録、あとはね、コメントの方、ぜひぜひよろしくお願いします。ということで、ご視聴ありがとうございました。バイバイ。